愛子様を支え続けてきたある存在とは、立派な成年皇族になられた愛子様。そんな愛子様には長年寄り添い続ける相棒がいらっしゃることをご存知だろうか。それは愛子様にユリと名付けられた愛犬の存在。ユリとの出会いは愛子様が7歳の時、動物病院で保護されていた生後2ヶ月のユリを皇太子ご夫妻が引き取り連れて帰られました。それからというもの愛子様とユリはまるで姉妹のように絆を深めていったのです。ご静養先へ行く時にはいつも手作りのバンダナをユリの首に巻いて出かけ、愛子様が不登校気味だった時には雅子様に代わりユリが登校に付き添ったことも。会見で夫婦円満について聞かれた天皇陛下は、夫婦喧嘩は犬も食わぬというように、喧嘩の種を拾って食べてくれるような気がするので、おかげで夫婦の仲はとても穏やかです、とユーモアを交えユリについて述べられていました。ユリの存在は天皇ご一家にとってかけがえのない家族の一員なのです。そして